おっす。ありがとうございます。アイスコーヒーのメガ。メガ。店長、誰かいい女の子と紹介してくださいよ。動画見ましたよ。あ、見てくれた。ライブ配信見てくれた。アーカイブで。あ、見てくれた。ありがとう。マジで。ありがとう、いつもすいません、ありがとう。はい、おはようございます。というわけでですね、本日いつものローソンからのいつものお店にやってまいりました。当然朝一はこのメガコーヒーですよ。はい、さてさて、今日はですね22日ということでして、まあ若干通常営業日よりは若干暑いのかなっていうような状態です。で、この前のビーハナの設定後の動画あったじゃないですか。あの日11日やったんですよね。つまりゾロ目の日は若干狙えるのかなというふうに思うんで、前回ビーハナ入ってたから、そろそろバーサスにも入るんじゃないかなという適当な読みで、バーサスをとりあえず朝一狙ってみようかなと思います。こういう機会じゃないとなかなかね、ディスカップ以外触れないっていう状態ですし、うん、まあ、そんなわけで朝一はバーサス狙いからの、まあ種もみであればディスクアップに移動しようかなと。それかワンチャン、あの鉄拳デビルとかあの辺もちょっと打ってみたいなっていう気持ちはあるんで、まあ何はともあれ抽選してからですね。抽選してからどうかってとこで番号を決めて、まあでも抽選に豊かで多分ね、そんな来へんかな。はい、知らんけど。よし、今日ここ。あ、ほんま、よろしく。そんなわけでですね、はい、まずは抽選を受けてみたいと思います。抽選も何もこんな感じですけどね。現在時刻は抽選5分前です。まあまあまあ、なんやかんやで50人ぐらいになりましたわ。え、最後の方ですか。見てくださいよ、50人ぐらいしかおれへんのに、この番号もうあれでしょ、狙われてるでしょ、俺、ね。いやいや、まあまあ冗談ですけど、まあそんなわけでですね、とりあえずまあ予定通りバーサス行きますわ。なんか一瞬鉄拳もね、あれかな思ったけど、よう考えたらここもう寝台やのにバラエティコーナーで1台しかないんですよ。そんな自殺行為でしょ。さすがにね、破産するわけにはいかないんで。というわけで本編スタートです。55人しかいなくて55番目っすよ。ありがとうございます。ねえ、どういうことやねん。はい、まあ、そんなわけでですね、入場でございます。スロットコーナーでベベで入場です。さあ、狙いは翼ですが、おそらく余裕のよっちゃんで取れるかなと。おはようございます。はい、余裕のよっちゃんでございます。なにこれ。いや、もうほんまそのまんま置いてるやん。やばないこれ。ディスクアップは前代未聞ですね。さあ、どうしよう。いや、これはね、ほんまにね、ほんま慎重にダイエラバンとね、こういう日はやばいんですよ、経験上。せやからちょっと店内をね、先に徘徊します。いや、ガチの専業のコーラが A タイプコーナーに全然来てないんですよね。あー、番長とかには座ってんやけどな。あー、ちょっと慎重に動かないとね、やばいでしょ。も誰も座ってないんですよね。誰も座ってない。一応パチンコの釘も見てきますわ。あ、ガローはまあまあ。もっと厳しいですね。
やっぱりね、店内の状況を考えてもやっぱりもうこれしかないと思うんですよ。はい、本当はねアクロス打ちたいけど、いつも通りちょっと今日も今日とてリスクアップディスタンスに行きたいと思います。おっす。さあそんなわけですね、結局はいつも通りのディスクアップにやってまいりました。あ、ここはね、あの角台じゃないんで画面揺れにならないように最小にします。やはりね、出玉率 100% 超え専門のヒムロックですから、まあ、店内の状況を冷静に見てやはりこれしかないなと思いました。まあ、そうは言ってもこの前天理言ってましたけどね。というわけで本日もよろしくお願いします。おっす。最近ごっつい調子いいんでね、ディスクアップなので下振れがね本当に来ないように気をつけないとね。まあ、下振れする可能性もありますから、その場合はやはりアクティブな大移動が大事かなと。調子のいい台を見つける、まあ、場合によっては今日は大移動しながら実践していきたいと思います。おっと、朝一56回転目だ。フェラボン来ましたよ皆さん。どうします？あー、まあまあ基本のじゃあ黒いきますわ。というわけで当たりました。ラッキーです。 OK、 幸先吉尾です。見てくださいよこれ、やばないですか。4回しか来ないし、もう頼むわひとみちゃんでええから出勤してくれよ。ナイス、オッケー。誰だ誰だ。オーライシュウちゃん、よし連チャンさせましょう。おお、ラッキー。え、やりました、連チャン大チャンスでございます。やってみせますよ。ここで連チャンさせなきゃゴミです。ちょっと何も起こらないのでゴミになりたくないんでね、ちょっとランク調整しておきますわ。頼むぞ、カモン。やっぱりゴミっすわ。の左曲がりが中断に乳首ドリルした。いやすごい、思わずラジカセの曲に合わせて大往生してしまいました。ありがとうございます。いや、いいもん見れたな。だいたい自分の場合赤なんですよ。今回は赤ではありませんでした。ありがとうございます。さあ、幸先よしお、継続でございます。よし、これはいただいたでしょう。ありがとうございます。オーライ、ひとみちゃん、おはようございます。みちゃん、みちゃん、おお、マジでびっくりした。これ冗談に、冗談じゃないですよね、本当ね。
いやー、ええもん見たわー。レギュラーだけどね。残念。これは期待できるんじゃないですか。誰だ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 、来た、ふとし来ました。皆さん見ました？しっかりチェックしとかないとね。これはね、ふとしですし、いけると思うんで、1枚掛けでいきたいと思います。さあどうだ、ふとし来るのか、来るのか、ふとし。ふとし、やっぱりあかんな。えぐい、えぐい、えぐい、ほんまに。まあまあしゃあないね。370いくよ。完璧ですね。ね、完璧でしたでしょう。乱数調整、はい、もう絶対乱数調整です。そのまま、ちょっとそのまま、わずか2ゲーム完璧でしたね。乱数調整のおかげですね。ありがとうございます。ありがとうございます。乱数調整はね、確かにありますよ。当てましたよ、1ゲームで。徘徊チャンスですか。さっきの徘徊チャンスですね。あー、なんだ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 、あからなか、違う、青か、違う、黒。なんやねん、ただの目押しミスや。まあ、よかった、ありがとう。あー、よかったよかった。1ゲーム目当てたと思ったもん。たっぷり嬉しめなんだろう、じゅうたんも見たぞ。しけるな、めっちゃ乗った。でやねん、ここは来る流れやろ。あー、せんちゃんが欲しい。あー、当たって欲しい。あー、おい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 、え、さっきのスイカってこと？そんなことないやんな。マジっすか。
ラップ、ちょっとね、嫌な感じなんで、これを行ってみたいと思います。頑張ります。低速で当ててやりますとも、任せてください。速攻ですよ、速攻。お疲れ様でした。すいません、相変わらずのゴミで。何が問題かってね、まずね、店内がね、寒すぎる。本当にエアコンが効きすぎてて、今日七分丈のズボンなんですよ。そやからもうね、この辺がもうめちゃくちゃ冷えてね、ちょっと40のジジイにはね、本当にしんどくなってきますわ。体が肩こりとかもありやし、いや、まあ言い訳なんですけどね。まあでもですね、今月のスローガンは負けるときは最小限にと、そういう風なスローガンを自分で掲げていますんで、まあ今日はもう朝がね、なんかこう迷いに迷ってたでしょ。なんか慎重に慎重を重ねてるような動きになって、こういう日って基本的に打たん方がいいんすよね、自分の経験上ね。じゃあ動画的には問題があるかもしれへんですけど、何しろね、自己資金 100% の YouTuber なんで、自分の金で売ってるんで、誰にも目をかけてないんで、自分がやめようと思った時にやめるでいいと思うんですよ。昔はね、無理してね、動画のためやとか思ってやってたけど、そんなことしてももうね、今日のパターン、まあまあ結果論やからね、どうなるかわからないですけど、今日のパターンからすると自分の経験値ですけどね、もう朝あんだけ迷いに迷って売って、でまあね、投資が低く済んだんですけども、もう最後の生きる外しからの次のゲームダブスタ外しで、あれでね、ちょっともとてもじゃないけどおじさんには頑張る気力が消えましたね。でまあ言うてもね、280枚ぐらいの負けやからね、こういう日はね、もうさっとやめて、帰ってね、皆さんが楽しんでもらえるような動画を考えてる方がね、まだね、時間が有意義に過ごせるかなと思います。まあわからないですけどね、バーサスも全部で、6台7台ぐらいあって、自分含めて3人座ってたんで、まあわかんないですけどね、バーサスももしかしたらどっかにあるかもしれないですけどね。ただまあやっぱりね、稼働がねそんなしてないんで、やっぱ夕方とかね、そのぐらいから来た方がいいんでしょうね。まあせやけどね、こんなジジイにね、こう今日なんてね、視聴者さんの人来てくださってね、なんやね、差し入れとかいただいて、本当にね、ありがとうございます。ただまあ気は使わないでくださいね、もうほんまその辺のおっさんやし、もう今も外の明るさで目あんまり開けへんぐらいやからね、あんまり気にせんといてください。でも本当にありがとうございます、いつも。すいません。もう体が芯まで冷えてるんでね、ちょっとね、屋上で暖取ってから、もう今日はね帰りますわ。すいません。はい、というわけで、まあ引き続き、彼女募集中のヒムロックでした。お疲れ様です。ありがとうございました。